日本プライムリアリティ投資法人の資産運用会社の野村と申します本日はお忙しい中日本プライムリアリティ投資法人のオンラインセミナーにご参加いただきありがとうございますそれでは早速日本プライムリアリティ投資法人の説明をさせていただきますまず最初に JD 等の特徴について簡単に説明をさせていただきます J リートはよく株式投資の流動性と不動産賃貸業の安定性を兼ね備えた安定重視の投資商品と言われています。特徴としてはこちらに記載の3点が挙げられます。まず1点目としては証券取引所に上場していますので株式同様に売買ができるという換金性が高い点。続いて2点目は実際の運用をプロに任せていますので 実物不動産と違って運用の手間がかからずまた複数の物件に投資をしていますのでリスクが分散されていることそして3点目が一般の事業会社と異なり一定の要件のもと法人税がかからず収益のほとんどを配当として投資家に分配することができるため総じて利回りが高いという点ですこの利回りの高さという点を トピックスとの比較の観点から説明をいたします。足元、日経平均株価が4万円を超え、株の好調さが目立っている一方で、J リートの投資口価格は難聴に推移をしています。こちらのグラフは、投資をリート指数とトピックスの指数を配当込みのトータルリターンで比較をしたものです。直近では、好調な株価の影響により、トピックスが上回っていますが、 それ以前はほぼ J リートの方が上回っていました J リートの高い分配金効果についてお分かりいただけるかと思いますもちろん投資商品ですのでメリットだけではなく価格の変動リスクなどもございます本日のこの説明を通じて J リートの特徴魅力リスクについてご理解いただきご投資についてご検討いただければ幸いです 続いて本題に入ります。まず本投資法人の基本的な仕組みを説明いたします。投資法人自体の仕組みはこちらのページに記載のとおり、投資家の皆様から募った資金や銀行からの借益などにより不動産を購入、所有し、そこから得られる収益を投資家の皆様に分配するといった形になります。特徴的なのは、投資法人自体は従業員を雇用しておらず、 組入れ不動産の運用や取得、資金調達などの資産運用に関わる業務をすべて資産運用会社に委託をしていることですえさらにこの資産運用会社に出所している会社を一般的にスポンサーと言いますが J リートの場合はさまざまな形でこのスポンサーからの支援を受けて運用しているためこのスポンサーの存在が非常に重要になってまいりますスポンサーについては後ほど説明をいたします 続いてこちらが本投資法人の簡単な概要です。現在上場リートは58ありますが、本投資法人は2002年6月に5番目に上場したリートで、今年上場22周年を迎えます。決算月は6月と12月の年2回、分配金の支払いは9月と3月になります。J リートはオフィスビル、商業施設、住宅、ホテル、 物流施設など様々なタイプの不動産に投資をしていますが本投資法人はオフィスビルを主体に都市型商業施設などを投資対象としているリートです現在東京を中心に全国で68物件5258億円の不動産に投資をしています組入れ対象資産の詳細につきましては後ほど説明をいたします 続いてこちらのグラフをご覧ください。2002年に上場して以来の資産規模の成長の推移をお示しをしています。当初921億円の資産規模でスタートし、現在5258億円まで着実に資産規模を成長させてまいりました。資産規模が大きいことにより、テナントの退去をはじめとした収益の変動の影響が小さくなり、 投資家の皆様には安定した分配金をご提供することが可能となります。今後も個別の物件の収益性やクオリティを重視しながら着実に資産規模を増やしていきたいと考えています。こちらでこれまでの分配金の実績についてご説明をいたします。ご覧のとおり、これまで安定的かつ着実に分配金を伸ばしてきました。 直近の一口当たりの分配金の実績は7600円でしたまた今期2024年6月期及び翌2024年12月期についても7600円を予定していますまたこちらには2月末時点の投資打ち価格をお示しをしています一口当たり32万8500円となっています 今期の予想分配金を2倍して割り戻すと、年換算の利回りは4.63%となります。分配金利回りについては、分配金の水準のみではなく、その時点での投資打ち価格により変動しますが、おおむね3%台から5%の範囲内で推移していることがお分かりいただけるかと思います。分配金が安定しているにもかかわらず、現状では、 投資口科学が難聴に推移をしているため分配金利バーについてはやや高めの水準になっています。ここからは日本プライムリアリティ投資法人の特徴について説明をいたします。こちらの記載に3点挙げておりますが最初に1点目の特徴である強固なポートフォリオと確かな不動産運用力による内部成長についてご説明いたします。 こちらで JPR の特徴について説明をいたします右上の円グラフをご覧ください地域別の保有比率をお示しをしております東京都心部を中心に首都圏地方圏にも保有しており適度に分散されたバランスの取れた分布であることがお分かりいただけるかと思います続いて右下のグラフをご覧ください不動産で最も重要なポイントはなんといっても立地でございます その立地の良さを示すデータとして最寄り駅からの徒歩分数をお示しをしております記載のとおり全体の約7割が最寄り駅から徒歩3分以内に立地しており9割,9割超が5分以内に立地しています本投資法人がバランスよく良質な不動産を多く保有していることがお分かりいただけるかと思いますまた昨今東京都心部で いわゆる S クラスビルの新規供給が増加し、それによるオフィス賃貸マーケットの影響についての懸念を多く耳にします。本、東証人の保有物件の賃料価格帯が需要ボリュームが大きい、坪単価1万円台後半から2万円台が中心であり、また S クラスビルの割合も少ないことから、直接的な影響は限定的だと考えています。また、え仮に玉付き的に 二次空室、三次空室が生じたとしても、駅、資金の高リッチな物件が多いため、後継テナントの確保はさほど苦労せずとも十分可能であると考えています。続いて、こちらで投資比率やテナントの分散状況について説明をいたします。左側の散布図をご覧ください。 本投資法人の1物件あたりの投資比率の平均は約1.5%になっています。3%を超える資産も少ないことから投資比率の分散が効いた安定的な資産構成であることがお分かりいただけるかと思います。また右側の円グラフをご覧ください。占有率1%以上のオフィステナントが存在していません。大口テナントの割合も少ないため 解約などが生じた場合における収益変動の影響を受けにくいこともお分かりいただけるかと思います。ここからは本島商人の保有資産をいくつかご紹介します。こちらは東京の都心部における保有物件の所在地を地図上にお示しをしたものです。ご覧のとおり、東京の中心部の中でもとりわけ高立地な東京駅周辺、また新宿や渋谷といった高立地に 多数の資産を保有しています。その中で最初にご紹介するのが大手町タワーです。もともとみずほ銀行様の前身の一社である旧富士銀行の本店があった場所をスポンサーの東京建物が手掛けたプロジェクトの底地、土地のみを本東商人が保有しています。東京のオフィスマーケットの一等地である大手町丸の内地区にある有料物件です。 オフィス部分は水尾銀行様のご法典としてご利用いただいているほか、高層部には国際的な最高級ホテル、アマン東京があります。ちなみに、この地域、大手町丸の内エリアで J リートが保有している物件は10物件にも満たなく、この物件が極めて希少性の高い物件であるということがお分かりいただけるかと思います。次にご紹介するのは、 東京ススクエアガーーデンンでですすこちらもスポンサーの東東京京建物物が主体となって開発した物件です東京駅からも資金なり地ですが地下鉄銀座線京橋駅にも直結しておりまたワンフロアの事務所面積が約1,000坪と東京駅周辺においては最大級の面積であるとともに高い環境性能を唱えた競争力の高い物件です。 現在、ブリジストン様のご本社としてもご利用いただいています。続いて、東京都心部での代表的な商業施設がこちらの渋谷タワーレコードビルです。全国展開をされている音楽ソフトの販売大手のタワーレコード様の機関店としてご利用いただいております。若者を中心に商業集積エリアとして人気の高い渋谷駅から至近距離にあり、 特徴的な外観からも、堅持性が高い有料物件です。渋谷エリアでは、駅周辺を中心に現在、複数の再開発が進行しており、将来的にもますます期待される立地です。続いて、直近で取得した物件が、こちらの中野セントラルパークイーストです。こちらも、スポンサーの東京建物が、中野セントラルパークサウスと一体で開発をした 面芯構造を備えたハイスペックな物件です中野駅周辺では現在複数の再開発が進行していることに加え2026年には JR 中野駅の新改札も設置も予定されており将来的にもますます期待される優良な物件です地方エリアでの代表的な物件がグランフロント大阪です こちらもスポンサーの東京建物が開発事業者の一社として参画した物件です。JR 大阪駅前の一等地に立地し、オフィスビルを主体に商業施設、ホテルなどから構成される大型複合施設であり、大阪エリアにおいて競争力が非常に高い物件です。続いて、確かな不動産運用力についてご説明いたします。 直近の東京のオフィスの空室率は5.86%となっています。コロナ禍の影響による在宅勤務の進展や東京都心部での大型ビルの供給の増加の影響もあり、空室率は一時上昇傾向にございましたが、昨年夏以降、需要の回復が進んでおり、空室率も改善傾向が見られています。こちらのグラフでは、本投資法人の稼働率と、 東京ビジネス地区全体の稼働率の推移を記載しています本投資法人においては、2023年12月期において稼働率が98.4%と高い水準となっておりマーケット対比で高い稼働率を維持しています引き続き、残された空室を埋め戻すことにより高稼働を維持し、安定的な分配金の提供に努めていきたいと考えています 続いて、賃料等収入の推移についてご説明いたします。ご覧いただいているとおり、2021年6月期と12月期についてはコロナの影響もあり、若干の低下を余儀なくされましたが、2022年6月期以降は再び上昇傾向に転じ、着実に賃料収入を増加させています。引き続き稼働の回復と新規の物件を取得することなどにより、 賃料収入の向上を目指していきたいと考えています続きまして本投資法人のポートフォリオの2割弱を占める商業施設の運用状況について説明いたします左上のグラフをご覧ください商業施設の稼働率の推移をお示しをしております2023年12月期においては99.6%と高稼働が継続しております また一部の施設の売上状況を右上に示しております順調に売上が回復しており特に上野や水道橋の飲食店ビルにおいてはコロナ前を大きく上回る状況にまで至っていますまた左下の円グラフに記載の通り本投資法人の商業施設は長期固定契約が多いことに加えコロナの収束やインバウンドの回復もあり今後も 安定的に収益寄与していくものと考えています。続いて、2番目の特徴である東京建物のスポンサーサポートを背景とした外部成長についてご説明いたします。本島省寺のスポンサーは、総合ディベロッパーの東京建物です。東京建物は、1896年、明治29年に旧安田財閥の創始者、 安田次郎によって設立されました昨年創立127年を迎えた日本で最も長い歴史のある総合不動産会社でオフィスビルの開発運営やマンションの分譲事業を中心にさまざまな不動産関連ビジネスを展開しています。J リートの収益の源泉は不動産ですのでいかに有料な不動産を取得することができるかどうかといったことがポイントになってまいります。 本投資法人のスポンサーはディベロッパーの東京建物ですので東京建物が開発する優良な物件を取得する機会があるといったことが優位性の一つになってまいります実際に左下に記載の通り本投資法人が保有している取得価額の大きい上位6物件はいずれもスポンサーの東京建物が開発した物件ですいかにスポンサーが J リートの成長にとって重要かどうかということが ご理解いただけるのではないでしょうかこちらでは東京建物は近年注力しておりますオフィスビルを中心とする大規模な開発事業と首都圏近畿圏を中心に展開しておりますブリリアブランドでの分譲マンションプロジェクトの事例を紹介しております左上の大手町タワーその隣の東京スクエアガーデン中野セントラルパークまた下段のグランフロント大阪 オリナスタワー、新宿センタービルこちらは先ほどご説明したとおり本投資法人も一部を所持しております分譲マンションでは山之線の目黒駅前で開発したブリリアタワーズ目黒が話題となったプロジェクトの一つです今後とも東京建物と緊密に連携し資産規模の拡大とポートフォリオクオリティの向上を図ってまいります 続いて3点目の特徴である強固な財務基盤とサステナビリティへの積極的な取り組みについて説明いたします安定した投資法人の運用には安定的な財務基盤の確立が欠かせません昨年来金利は徐々に上昇していますが本投資法人では返済期日の分散や長期固定化などによりその影響を受けにくい体制となっております またご覧のとおり、格付け機関からも高い格付けを取得しており、J d との中では相対的に有利子負債の比率も低く、安定的かつ強固な財務基盤を維持しています。続いて、本投資法人、そして資産運用会社のサステナビリティへの取り組みについて紹介します。上場して間もない2005年からのテナント満足度調査の開始や、 個別物件の環境認証の取得を10年以上前から取り組むなど、かなり初期から取り組みに着手し、現在まで長期にわたって積極的に取り組んでおります。そういった継続かつ積極的な活動の結果、右上に記載のとおり、グレスビーや CDP などの外部評価機関からも高い評価をいただいております。今後も環境、社会、 ガバナンスそれぞれの領域において取り組みを推進してまいりますここからは本投資法人の今後の成長戦略について説明をいたしますここ数年コロナの影響や不安定な国際情勢などにより本投資法人を取り巻く環境は変化しつつありますそういった中こちらの記載の方針に基づいて引き続き成長を目指していきたいと考えています まずは内部成長です。物件競争力を高めることにより、稼働のさらなる回復を図るとともに、賃料水準の維持向上を目指してまいります。続いて外部成長です。引き続き東京建物のスポンサーパイプラインを活用して有料な物件を取得するとともに、ポートフォリオの質の向上を基とした入れ替えについても随時検討してまいります。財務については引き続き、 健全性確保とコスト抑制等を強く意識しつつ安定的な運営に努めてまいりますサステナビリティについてはこれまでも注力してまいりましたが今後も引き続き重要課題と認識し一層取り組みを強化していきたいと考えています本投資法人では分配金の中期目標として7,800円当面の目標値として 7, 円を設定していますこの目標値である7600円達成までの間7600円に満たない場合は下段に記載のとおり内部留保の残高も潤沢にあることからこの内部留保を活用することにより7600円の分配金を維持していきたいと考えています。今後とも先ほどご説明した成長戦略の実践特に稼働率の向上や 新規の物件を取得することによりこの目標の早期達成を目指していきたいと考えていますすなわち当面の目標値を達成するまでは分配金の下支えを行うことにより安定化を図るとともに合わせて成長を目指すといった両面での戦略を実践していきたいと考えています投資家の皆様には分散投資の一環としてまた 長期かつ安定的に分配金を得られる手段として、ぜひ手前の日本プライムリアリティ投資法人への投資についてご検討いただきますようにお願いいたします。本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。